最近なくし物が多くて、よくどこ行ったっけ、どこ行ったっけが普通になってきて、今日はレッグウォーマーなくしたと思ったら履いてたまんまでした。どうしたらなくし物が少なくなると思いますか？なくし物多い俺にそれ聞いてくる、やばいよ。ちなみに俺は今日携帯ないって言って探しとったら床に落ちとった。悔しい、ほんとマジで終わってる。助けて誰か俺のこと。今ちょうどキノコの山食べてたんですけど、適当に掴んだらクッキーの部分しかなくてちょっとしょんぼりしました。ほいくんはこういう時ちょっとしょんぼりした経験か。あ、俺でもさっきの話に戻るけど、クソ忘れっぽいけん、あ、俺ね、クソ忘れっぽいくせにめちゃくちゃ計算するんよ。やけん、例えばちょうど冷蔵庫のこの1本の冷えたジュースを飲み終わったら冷蔵庫が空になるけん、コンビニに行って先にジュースを買いに行こうって思うわけよ。で、先にコンビニ行ってジュース買ってきて、よしみたいな、これでこの冷えた1本を飲み終わってもまた冷えた1本が飲めるわと思って、冷蔵庫に入れずにそれだけ出して飲み終わって、飲み終わった後に全部ぬるなっとみたいなことがマジでよくある。クソ嫌な気持ちになっと、ちょっとしょんぼりどころじゃない、自己嫌悪の波に苛まれて大変な目にあっとうよ。助けて、俺もそういう時ちょっとしょんぼりで済ませたいわ。もうめちゃくちゃ自分のこと嫌いになっと、ああもうマジでクソ、俺死ねばいいのにって思いながらずっと自分にキレとうわ。あ、クソわかる気持ち、よくするそれを。マジやばい、助けてくんね。6時やね。じゃあぼちぼち配信落とそうかな。お疲れ様でした。じゃあみんなお疲れね、バイバイ。